ではここからはゲストをお迎えしてお送りしてまいります。はい、改めてご紹介いたします。プロのサッカー選手として引退を決めた牧誠一郎さん、そして牧さんの大津高校時代の監督でいらっしゃる平岡和則さんです。どうぞよろしくお願いします。お願いいたします。平岡さんは牧さんが大津高校を卒業した後 もうそのつながりが続いているというふうに伺っておりまして、でその2人が引退表明の後に会うというのが RKK にお越しになった今日夕方が初めてということだったんですね。牧さん、男同士ですけどちょっと照れくさいことありましたか？いや、もう照れくさいというよりも、はい、やっぱりね、大先生なんで、はい、恐縮しますよね。ちょっと距離がありますよね、歩いているところも。はい、牧さんは16年間プロサッカー選手として活躍されて、また熊本出身で初めてワールドカップの舞台に立ったという点でも、まあ後にも先にも私たち熊本を代表するサッカー選手ともう誇りに思っております。そして一昨日引退を発表されました。牧さん、改めてですね、今どんなお気持ちの中にいらっしゃるんでしょうか？そうですね、まあ、もう完全にやりきったかといえばそうでもなく、まあね、もっとやれたなっていう思いはすごくあるんですけど、でもこれ多分僕5年後10年後でも本当にまだやれるまだやれるって多分やっちゃうタイプなんですよ。なので、はい、もうなんかすっきりはしてますけど、やり残したモヤモヤも持ってます、もちろん、はい。まあ、だからこそスポーツは面白いのかもしれませんけどね。そうですね、はい。ただ平岡さん、はい、牧選手っていう選手って呼べなくなる寂しさはありますね。そうですね、やはりそれは私だけではなくて、牧選手に関わった全ての人たちが同様に思う気持ちだと思いますね。ここでですね、お二人の思い出でもあります高校時代の牧さんの映像をご覧いただきます。大人とやるで1回戦突破が目標です。マキ君自身はこれからもずっとサッカーを続けていくと思うんですけれども、この天皇杯、自分自身の目標というのは何か置いてますか？はい、当たり負けをしない。マキさん、今恥ずかしいとおっしゃいましたが。恥ずかしいですよこれ。監督でいらっしゃった平岡さんは当時のマキ選手、存在感としてはどのように感じていらっしゃったんですか？やはり最後まで常に試合を諦めない選手だったので頼りにしてました。スター選手だったんですか？まあサッカーは僕より当然下手でしたけど、ね、そのかける思いは私以上にあったものが強い気持ちがありました。それなんかこうエピソードがあるんですか？強く覚えてらっしゃる、もう20年ぐらい前の話ですね。まあ言えることはですね、彼との出会いの中でできた言葉としては、諦めない心の才能を磨くと、まあ、その後ずっと選手たちに言ってる言葉が牧との出会いによってできた内容ですね。体の才能、技術の才能ではないところの才能があったんですか？そうですね、はい。平岡さんにはですね、おととい RKK がインタビューした際に牧さんに対してこんな言葉を使っていらっしゃいました、はい、こちらなんです。ちょっと見せましょうか。はい、はい。リスペクト、牧選手の走り続けたサッカー人生をリスペクト、尊敬しているという言葉を使われました。この言葉の真意はどんなものが？これはですね、恩師対生徒という関係ではなくて、お互いにアスリート、スポーツ選手という中の概念の中で人として評価できるたくさんのものを持っているという部分ですね。ですから彼から学ぶこともたくさんありましたし、まあ、彼は私から学んだということをよく言ってくれてますけれども、そういったキャッチボールがスムーズできる、そういう人間力を持った選手だというふうにずっと思ってましたので、まあ、そういうところから出た言葉ですね。牧さん、少しはにかんでいらっしゃいますが、心当たりは？いやそうですね、やっぱり先生からそうやって言っていただけると、うん、素直に嬉しいですし、やっぱり僕のこのサッカー人生の中でね、やっぱ培ってきたものっていうのは間違いなかったなっていうふうにね、やっぱり思える言葉ですね。ありがとうございます。なんかこう最近でいうとスポーツの、指導者と選手の関係がちょっとなんかおかしいぞっていうことがニュースにいっぱい出てきている中で、こう指導者が選手をこうリスペクト、尊敬するなんていうのはなかなか出会いませんね、私たちは。こういったものが熊本県のスポーツ文化の中で、もっともっとこう活性化する一つの大きな要因になってくれればいいなと思いますし、まあ、それに対して牧誠一郎という存在はすごく大きなものだったなというふうにまた改めて思っているところでもあります。
牧さん、はい、熊本地震の後から、はい、直後からですね、はい、牧さんがこう誰にも知らせることもなく被災地を回っていって、はい、高齢者の皆さんには声をかけて、はい、子どもたちがいたらサッカーボールを一緒に蹴ってやりましたね、はい、でこの話をまず平岡さんにお尋ねしたいんですけども、うん、現在平岡さんは大津高校サッカー部の総監督でありながら、はい、宇城市の教育長でいらっしゃるんですね、はい、でこの教育の観点でいきますとスポーツとかもしくはスポーツの選手っていうものが果たす社会的な役割、はい、可能性みたいなものというのは確信をお持ちなんじゃないですか。そうですね、やはりここにも映像出てますけど子どもたちのこの笑顔というものはやはり個人としてのそのアスリートの究極なプロフェッショナルの、まあ、そこが導き出す笑顔だと思うんですね、うん、そういったものをあそこに行くここに行くっていうふうに前にいろんなこと言わずにですねそこにもう実動しながらその環境を、プロの意識を持って変えていくという、私実はその話をまた違うところが聞いてですね、やっぱり涙が出てきました。素晴らしい教え子を作れたなというふうに強く思った時がありました。牧さんは何かこう自覚があったんですか、その最長回ろうっていう。いや、まあ、まずはやっぱり自分ができるだけっていうところで誰かのためにっていうのは僕本当に高校時代 の平岡先生に、教えていただいたというか指導を受けたそういうなんていうんですかね、ものなんですけども、はい、そういうものがやっぱり今こうやって、大人になってからプロサッカー選手になってからも非常に、生きてますし、はい、もうそういうものは、これからも大切にしたいなというふうには思ってますね、はい、なんかよくいろんなプロスポーツ選手から夢や感動を与えるなんていう言葉が最近出てきますけれども、はい、言葉に出さないでそれを実行なさいましたね。でもやっぱり子どもたちの笑顔っていうのがやっぱ一番、うん、僕らの、パワーの源といいますか、子どもたちの笑顔のためだったらどんなことでも大人ってできると思うんですよ、はい、やっぱりそういうものをやっぱりねやってあげるじゃなくて一緒に作り上げていくっていう部分もそうですし、やっぱりプロのアスリートができることっていうのを改めて社会的にできることっていうのを再確認できた瞬間ですね、この、はい、そうですか、はい、すいません、ロアッソを応援する熊本県民として一つ聞きたいことがあるんです、はい、来シーズンからロアッソは J3 での戦いになります、はい、ここから這い上がっていくために、はい、牧さんとしては何が必要と感じていらっしゃいますか。僕答えていいんですか。お願いします。そうですね、やっぱりサッカーって一人でやるスポーツじゃなくて、まあ、11人もしくはチーム、あとはサポーターを含めたサッカークラブとして戦うものだと思ってるんですね、その中でやっぱり 1+1 は2なんですけども、それが11人1万人っていう規模になってくるとチームにもたらすパワーっていうのは大きくなると思うんですね。ですので、一つの目標に向かって団結して、やることがやっぱり将来につながる大事なことなんじゃないかなっていうのは、はい、今引退させてもらった今でも思いますね、はい、だからその J1 に上がるってことは夢であっちゃいけないんですよ。そうですね、はい、はい、そういう中で牧さんは、はい、こんなこと言ってました。体も痛いところはないし、エネルギーも有り余っているんだそうです、はい、で牧さんがこれからどうなさるのかということを、はい、まあ、私たちが聞くとはぐらかされるかもしれないので平岡さんから聞いてもらった方がいいかなと思っていておい、この後どうするんだってちょっと聞いてみてください。そうですね、ずっと相談を受けてたので大体は知ってるんですけど、この後どうするんだ。いや、そうですね、やっぱり地震の後先ほどもありましたけども、やっぱり本物プロのアスリート本当に世界を経験したアスリートであったりっていうのに子どもたちが触れると子どもたちの目の輝きがやっぱ違うんですよ、うん、でこの時その時に僕思ったんですよ。やっぱりこの熊本の子どもたちには本物を見せてあげたい、うん、本物の選手と本物の選手の話を聞いて本物と触れ合うそういう機会をたくさん増やしてあげたい、うん、ですので今後はそういう子どもたちの夢のサポートだったり目標にできるものっていうものを、作っていきたいなというふうには、はい、思ってます。それは僕がやりたいことの一つですね、熊本の中で、うん、指導者もその一つかもしれませんね、はい、今日はねぎらいの声がたくさんかかる中 RKK にお越しいただきました。牧さん、平岡さん、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。